彼はあなたに自分の行為を伝えることで気を引きたいからこんな態度を見せるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。はっきりとあなたに好きとかね、愛してるということを口にして伝えてくれればいいんだけども、なかなかそう言えない事情もある。だからこそそれとない態度や行動でそれをあなたに示すことによってあなたの気を引きたい、そんな男性の態度や行動にはいくつかの特徴があるんです。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。男性女性それぞれね、若干こう違いというものがあったりするから、そのあたりの違いをね、どう埋めて恋愛力を高めていくかみたいな話は、このあたりのセミナーでも詳しくご紹介もさせていただいているのでね、ご都合よければこちらにお越しいただくといいと思います。日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらからね日程場所ご確認いただいて、近々だと福岡にお邪魔する予定なので、九州方面の方はねぜひこちらに遊びに来ていただくとして、今日は男性がねあなたに対してこういう態度や行動を見せてきているとき、一体何なんだこれというふうに思うかもしれないが、それはあなたに対して彼の好意を伝えているためのサインであるということ、そして同時にあなたの気を引きたいからそういう態度や行動を見せてるんじゃないですか、そんなお話です。もちろんここでご紹介させていただいた話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらからホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていてご希望の日時のご予約少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が好意を伝えて気を引きたいそう思っているとき、女性に対して見せる態度や行動、代表的なものを7つご紹介していこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、それとなくね会話に好意をぶち込んでくるんですよね。本当にそれとなくというかね、普段の会話を普通にね、話をしていきながら、でもそういうこと言うなんとかさんって俺すごく好きなんだよねとかね、なんとかさんのそういう笑顔ってすごく可愛いと思うよなとかね、そういうところって俺すっごい尊敬するわとかね、なんかちょいちょいあなたを持ち上げる。それが他の誰に対してもね同じようなことを言う人であれば、確かにそういう人なんでしょうよと。ただあんまりそういうこと言わないよね。なんだったらね時にこう斜に構えて批判的なことしか言わないような人だったりするにもかかわらず、あなたに対してはなんとかさんのそういうとこすごい好きだわ、なんとかさんそれ持ってるやつすごく可愛いよね、そういうのすごくセンスいいと思うんだよね、いやそういうセンスのある女性って俺すっごい好きなんだよねみたいなねとか、なんだこれっていうふうにちょいちょい思う。ちょっとね、あなたとすればっていうふうにこう思いながらも、でも好きって言われてさ、そんなにねネガティブな感情って抱かないと思うんですよね。もちろんそのお相手がさあなたからしてみればもう絶対的に嫌っていう人だったらまたねそうではないかもしれないが、でも普通にね人間関係が成立しているお相手から、好きとか、尊敬しているとかね、可愛いねとか、綺麗だねっていうふうに言われて悪い気はしないじゃないですか。そうするとなんとなくね気になってくるんですよね、そう言ってるお相手のことを。これ男女ともにそうなんですが、いわゆる好意の偏方性というやつで、自分のことを好きになってくれる人のことをあんまり嫌いにはならないよね。彼もねそんなことをなんとなく本能的に分かっているから、あなたに対して俺は君が好きなんよ、だから君も俺のこと好きになってくれよ、あなたに興味を持ってるんよ、だから僕にも興味持ってくれないかというような、気持ちをね表していると、いうことなので、だからそれがはっきりとねじゃあお付き合いしたいとか、完全にねあなたを独占したいという強い欲求にまで行ってるかどうかっていうのはこれはまた別の議論があるんだけども、ただ少なからずの好意があってあなたの気持ちをこっちに向けたいと思っているかどうかということであるならば、全てイエスであるというふうにね、思っていただいていいと思います。そして2番目はこちらです。はい、他人にはしない気遣いをねあなたに対してだけしてくれる時ですよね。誰に対しても気遣いができる気の利くいい男だったらさ、そういう人なんでしょうよと。ただそういう感じのタイプでもないし、何だったら他人のことに無関心みたいなね、そういう人があなたに対してだけはやたら細かいところに気を使ってくれる、あなたがやるべき仕事をねなぜか彼が先回りしてやってくれていたりとか、その下準備を整えてくれていたりとかね、ちょっとねこう外出した時にお土産買ってきてくれるとか、何でしょうね、お昼時になったらさ、
ね、俺これからコンビニ行くけどなんか一緒に買ってこようかみたいなことを言ってくれると、いや他の人に言わないのになんで私にそう言ってくれるわけ、なんで私のことばっかりそんなに気を使ってくれるわけ、それは彼にとってはあなたが特別な存在だからであって、あなたに対してそういう気を使ってる自分をね見てほしいと思っているからですよね。誰に対しても自然にそれができる人であれば何ら労力がかかることではないんだが、普段そうしない人が気を使うということはそれなりに労力がかかるんです。それなりに力をかけてあなたに気を使ってるんです。まあ、その分ね、やっぱりこうあなたに対してそれ気づいてほしいな、なんかその思い分かってほしいなっていう気持ちがね、まあ、ないことは全然ないわけで、あなたの気をね、できればこっちに向けたいぞ、優しいよね、俺は君に気を使えるよね、そんな俺を見て見て、もっと見て、というような、まあ、そんなね、まあ、横島といえば横島なのかもしれないが、まあ、そういう気持ちがね、少なからずあなたに対してあるからこそ、他の人にはしないような気遣いをあなたにしてきてくれているという時には、まあ、これもね、はっきりとした愛情表現かというとそうじゃないのかもしれないが、少なからずの行為、そして、あなたの気を引きたいという思い、これに関してはあるというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして3番目、こちらですね。はい。真似るんですよね。まあ、真似るというか寄せるというふうに言ってもいいかもしれません。あなたがやってることと同じことをやろうとするんです。まあ細かい話で言えばこれもさ、あなたがね、飲み物何にします？んじゃあ私梅沢、あじゃあ俺もみたいなね。あなたは何する？うん、私、うん、そうね、ジンジャーハイボール、うん、じゃあ俺もみたいなね。なんで俺もっていうのは自分の意思はないのかって言ったらね、本当はね、自分はいやビール飲みたいなとか、本当はね、まあ、レモンサワー飲みたいなっていうのはあるのかもしれないが、とりあえずあなたに合わせていく、あなたに合わせることによって僕は君に寄せようとしてるんだよ、僕は君に歩み寄ろうとしてるんだよ、そんな気持ちをあなたに知らしめたい。同時に人はみんなそうなんですけど、いわゆるこう同族意識というかね、まあ、自分の仲間だと思うものに対しては親近感を抱きやすいんですよね。あ、何同じ味好きなの、あ、何同じ飲み物頼むってことは結構私たち気が合うなんていうことを心のどっかで思ってしまうじゃないですか。まあそれをね、彼も狙っている、まああなたもね、それを狙って人に対して誰かをそういうことをすることってあると思うんですよね。まあそういう意味であえてね、こう彼が寄せてくるとき、まあだからね、女の人でも男心をつかむ女の人ってね、割とそういう意味でこう同族意識を持たせるというかね、寄せてくる人っていたりするんでね、まあ、これ男の人も女の人もそうなんですけど、だからまあ真似てくる人ってね、そういう人だよねっていう話、こういう動画の中でもご紹介差し上げました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もある。関連する動画はこのチャンネルではね、他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、やたらこの人ね、私と同じことしたがるよね、なんか私と同じ趣味をなんかやたらアピールしてくるよね、一体何なんという時にはそういうことなんだというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして4番目こちらです。はい、自慢でね、自己 PR をしてくる時ですよね。俺すげえというやつですよね。まあこれも自慢の度合いとね、頻度にもよると思うんですけど、まあ、誰に対しても自慢したいだけのさ、自慢おじさんっていうのはいたりするんでね、まあそういう人はそういう人で、まあそういう人なんねっていう話ではあるんだが、まあ、ちょいちょいね、あなたに対して、いや俺ってこういうことできるんよ、俺ってね、こういうことを、まあ、今までやってきたんよということをいちいち自慢してくると。そしてね、その自慢だけで話終わらずに、まあということは、まあ俺と付き合える女性っていうのはこういうことはできるってことだよねとか、俺って女性をこういうふうに幸せにできる男なんだよねみたいなことを、まあ暗に指し示そうとしてきているような雰囲気ってあったりするじゃないですか。それは完全にさ、いやなんとかさんはね、僕とお付き合いするとこういうメリットありますよ、僕はあなたに対してこういう幸せを提供することができるんですよということを、まあ、プレゼンテーションしているんだというふうにね、まあ、思っていただいていいのかなと思います。繰り返しますが、誰に対してもね、自慢したがり、マウント取りたがりおじさんだったら、それはそういう人であると。ただそうじゃなくてね、あなたに対してだけやたらね、なんかちょいちょいこうマウント取ってくるというか、ちょいちょい俺すげえみたいなこととかね、ちょいちょい俺って結構イケてるよねみたいな話をしてくるときっていうのは、まあ、あなたに対してこっち向いてよ、俺ってほらすごいじゃん、結構イケてるじゃん、ほらほら俺と付き合うといいことあるよっていうことを言っているんだというふうに思っていただいていいと思います。まあただこれも度合いの問題だという話はね、繰り返し申し上げているように、あんまりそれがひどくてね、しかも過去の自慢ばかりをとうとうとしているような人っていうのは、ちょっと逆にね、お付き合いを考えた方がいいという話はね、こういう動画の中でもご紹介させてあげたと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんで、このあたりちょっと参考にしていただきながら、まあ適度な自慢でね、あなたに自分の PR をしてきている時というのは、あなたの気を引きたいから、あなたに好意をお示しになっているんだというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして5番目こちらです。はい、
余白を見せるんですよね。まあ、1個前のね自慢の話と関連するんだが、まあ、あなたに対して自慢をしておいて強い自分をアピールしておきながら、しかしそれだけだとね、やっぱり相手から見た時に入る隙間がないように感じる。だけど入る隙間をあえて見せるんです。俺はカクカクしかじかこういうことやってきたんだよね、こういうことを俺は今までできてきたんだよ、だけどこれはさ苦手なんだよねとかね、いやだけどこればっかりは未だにうまくいかないんだよね、というようなあえてできない自分アピールをして、その余白をね埋めてくれないかな。人は誰であれね、そこに余白があって自分がね埋められそうだなと思うと埋めに行きたくなっちゃうんですよね。なんか座りが悪いからね、なんかそこを私助けられそうだなと思ったら助けに行きたくなっちゃうことってあったりしますよね。例えばですよ、まあ彼がね、まあ仕事ができたりとかね、まあ経済的な余裕もあったりとか、まあ見た目的にもねそこそこ問題ない人であると、まあ、だけどさ俺インスタとか超苦手なんだよねと、SNS とかよくわかんなくてさ、あなんとかさんインスタやってるよね、ちょっと俺にも教えてよとか言われたら、ちょっとねこう教えたくなってしまったりすることってあったりしますよね。あ、なんかそういうところで力になれるんだっていうふうに思って助けてあげたくなってしまうことってあると思うんですよね。まあ彼は彼でね、本当はインスタあちこちでねもうバンバンやってたりするにもかかわらず、そこはできないふりみたいなことで、こうあなたにねちょっと頼ってみるような姿勢を示すと。まあ別にインスタじゃなくてもいいんですよ、それは仕事でもね、なんか料理のことでもさ、まあなんか、まあ、その町のことをよく知らないとか、まあそういうことでも何でもいいんだけど、まあ何か自分に対してねこう欠けて、自分自身が欠けている何かというものをあなたに見せることによって、まあ、そこをね埋めてくれないかっていうことを、まあ、期待感を持ってあなたにそんなことを言ってるという時には、その余白を埋められる人って僕にとってはあなたなんですよ。できればそこを埋めるためにこっち側向いてほしいなというふうに、あなたに好意を伝えながらあなたの気を引こうとしているんだというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして6番目こちらです。確信をねわざと避けるということですよね。まあ1番からね5番までの話をしておきながら、最後の最後ではあえて、確信、あなたに対して好意がありますよということは言わない、あなたに対して僕はお付き合いしたいんだということは言わない。なぜか、言わない方があなたがそれ考えてしまうからですよね。一体何なんだ、この態度って何、これ思わせぶりな態度しやがってこんちくしょうみたいなね、まあいろいろ思ったりすることあるじゃないですか。あなたがね彼に対して全くもう脈なしというかね、全く微塵も彼を対象と思っていないんであれば何とも思わないんでしょうけど、少なからず何かしらの好意をあなたがね彼に対して抱いているというか、まあ嫌いじゃないという範囲であるならば、まあ1番目から5番目みたいなことをやられたりするとさ、何なのかなというふうにこう思ってしまうことってあったりするじゃないですか。その何なのかなをねちょっとこう彼は期待をしてるんですよね。まあ好きって言ってしまえばさ、もうあとはもうねそれに対してイエスオアノーの話だけなんです。そこで話が止まってしまうし、あなたの思考もそこで止まってしまうことがある。しかしそこであえてそれを濁して離れている間にいろいろねこう考えてくんないかなみたいなことを考えていることがある。まあこれだからね、男女逆にしてもそうなんですけどね、女の人でも思わせぶりなことだけしてさ、彼にね、なんか自分のことを考えさせようみたいなことをする人っていたりするし、まあそういうことが有効だっていう話もね、僕も過去の動画でご紹介差し上げたことあると思います。まあ、こういうことをするとね、彼はあなたのことをいつも考えるようになってしまうみたいな話ね、ご紹介差し上げました。こちらに、動画への画像が出ていて、リンクもここに出てます。まあ、このあたり、これは女性が男性にというお話でね、差し上げてるんですけど、まあ、逆にね、男性も女性に対してそういうことをやってくることがあると。あえて好きと言えないのではなくて、言わないことであなたに揺さぶりをかけようとしている。こともあったりするので、まあそれはそれでね、まあいいか悪いかしたらあんまりいいことじゃないのかもしれないが、まあ、あえてそういうふうにしてるということは、でも逆に言うとね、あなたのことをはっきり好きだと言ってるのと同じことだというふうに、まあ思っていただいて、あ、なるほどね、この人はあえてそういう態度を見せることで、なんかそういう声を伝えようとしてくれてるんだ、へー、ぐらいの感じでね、捉えてあげていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして、最後、7番目、こちらですね。はい。あなたの意思をね尊重してくれるんですよね。まあ思わせぶりな態度をね取ったりはするんだけど、まあそれでも最後の最後はさ、あなたに対して好意をちゃんと伝えたりとか、自分の気持ちをね、まあ、お伝えになったりすることあると思うんです。じゃあその上で、まあ、どうするかということに関しては、やっぱりあなたの意思をちゃんと尊重すると、まあ自分がねあなたのこと好きだから、じゃあ俺と付き合ってほしい、グイグイねこっち来いやみたいなことはやらない。まあなぜならばというと、
若い頃だったらね、まあそういうノリでもよかったかもしれないけどさ、まあ、お互いいい年した男と女ですよ。それぞれみんないろんな事情やいろんな考え方、いろいろ背中に背負っているものがある。まあその中でお互いが合意をしないと関係性って長続きさせることができないよね。まあノリと勢いでね、なんとなく流されてとか、なんとなく好きだからで一緒になったところで、まああんまりうまくいかないことが多いよねというのは、大体さ、男の人も経験則からわかるわけですよね。まあだからちゃんとあなたもね、付き合いたいな、この人と、あ、私はこの人だったら一緒にいてもいいかなっていうふうに思ってくれてるかどうかということを、まあ、男性側もやっぱり尊重したい。まあ、だからこそ、あなたに対してね、好意を伝えたりとか、気持ちを伝えて、まあ、付き合いたいとか言うかもしれないが、あなたがそれに対してね、白黒はっきりしない態度を見せても、ぐいぐいとね、押してこない。あれ？ちょっともうちょっとぐいぐい来ないかなっていうふうに思うことがあったとしても、いや彼はそこでぐいぐい行って、なんとなくね、まあそこで流れちゃうよりは、流されてね、お付き合いするような形式になっちゃうよりは、ちゃんとあなたもこっち向いてくれて、あなたの方から歩みを前に進めてくれて、こっちも歩みを前に進めて、そこでね、お付き合いしていきたいなというふうに考えているケースっていうのも割とね少なくないので、まあ彼がだからグイグイ来ないで、なんかこっちにボール投げっぱなしだよな、何なんだこの人っていうふうに思うことがあるかもしれないが、いやそうじゃなくて、彼は彼であなたにボールを投げたんで、あなたはあなたでちゃんとそれを投げ返さないといけないよねという、まあそういうお話だったりもするんでね、まあそのあたりはまあお互いの関係性とかにもよると思うんだけど、彼がねグイッと来ないから、んなんか中途半端なのかなっていうことじゃなくて、まあ、あなたもね自分から前に足を踏み出す勇気を持つと、お互いに関係がいい形で結ばれるということを、まあ、彼も期待しているというそんなお話でした。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんここでご紹介させてあげた話が全てではないんでしょうけど、まあ、ただね彼とのコミュニケーションの中で、まあ、ちょいちょいこういう態度を見せられる、これは一体何なんだというふうに思う時というのは、まあ、あなたに対するそれは好意なんじゃないですか。そしてそれをね単に好意を言いっぱなし伝えっぱなしで伝えてるということだけではなくて、まあ、できればねこっちに気持ち向けてほしいな、まあ、いずれね、まあ、今すぐなのか先の話なのかそこはよくわからないけど、ただあなたとの関係をもっともっと深めていきたいな、そう思っている、そう期待をしているから、まあ、こういう接し方をすると、まあ、だから男性が女性にっていう言い方をしてますが、女性でもね、まあ、男性にこういう態度を見せる方っていうのも少なくなかったりもするので、まあ、大体あなたがやりそうなことっていうのは彼もやったりするので、まあ、そういう時はそういうことなんじゃないですかと、まあ、いうふうに思っていただくといいのかなと、思います。まあ、そんなところでしょうか。現場からは以上です。